シャクラありがとうございます。ハーフトゥイン、シャクラありがとうございます。お団子もありがとうございます。コールすごかった。え、なんかミオタンの生誕祭コール大きい。うん、毎年思うよね。毎年思いますよね。桜いっぱいありがとうございます。でも We Are でもすごいコール大きいなって思うから、多分こう声をたくさん出してくださる方が多いと思うんですよ。そう、 We Are の時から思ってた。最後のさ、僕らをつなぐもののさ、コールも素敵だよね。あの半円になってるところでミオタンちゃんかも素敵ですよね。あそこ好きです。K2 も好きだし、生誕バージョンも好き。桜ありがとうございます。お餅も。え、みんな公園が大好きだからってこと？あと黄緑と緑が多いですね。緑と緑が多いです。本当にありがたいです。本当になんか一体感というか生誕祭って感じがして、こんないっぱいサイリウム見れるのは1年に1回ですから。なんか自己紹介の時、はいって言った時に最初うちは思い出しちゃって、あ、待ってみたいな、やっぱうちは思い出しちゃったと思いながら、まあみんなで一緒にって言ったら、ちょっとざわざわってしだしたの、袋の音が。待って、これうちは来るんじゃない。と思いながら、にしみよってやったら、うちはがバーンって。あれ大好き。あれ大好きです。ありがとうございます。両面ありますからね、あれちゃんと。本当に素晴らしい。ちょっとなんか、はいからの、みんなで一緒にってちょっとなんか、ざわざわって。ざわざわってして。これは来る、来るかもしれない。で、一人でじわってた。鼻か、外寒かったんですよ。でも生誕祭のスピーチはその考えなくて、去年も一昨年も、まあ、結構ボロボロだったんですけど、まあ、今年はその文にしなくても、その伝えたいなんか一言とかさ、文章をはなんか大事にしようと思って、ちょっとメモったの、昨日の夜中に。で、今日朝準備しながら、メモで読み上げ機能っていうのがあって、勝手に読んでくれるの。それをオンにしながら、読み上げられながら準備してた、朝の。朝の準備してました。そう、本当にミオサイリウムお気に入りで、緑と黄緑のサイリウム超お気に入り。あの生誕祭何から喋ったらいいか分かんないから、あの適当にコメントしてね。そっから広げていくから。そっから話広げていくから。ほんと一日いっぱいありましたね。あやさんからのお手紙も良かったですね。ね、本当に誰か分からなくて、とても本当に分からなかったので、毎回生誕祭の時になんかあやさんとノリで
今日は手紙とか言って、あ、違うんですけどノリでやってて、あのポジションが変わってからそのノリをやらなくなったんですよ。あの上下が逆で、あやさんとで、そのノリもなくなって、そう忘れてた頃にガチお手紙ガチお手紙っていう、そのなんかあやさんの生誕とかでも今日私手紙なんですとか言っていつも嘘で言ってたんだけど、あのガチお手紙いただけて嬉しかったです。嬉しい、本当に毎年大好きな方からお手紙いただけるの嬉しいです。でも最初違う方がのを読み上げてるのかなと思って、ん誰だって思ったらガチお手紙でした嬉しい。あとミオって呼んでいただけてるのめっちゃ嬉しいあのマウント取ってほしい裏で、ミオさんと仲良し。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。大きいやつめっちゃ可愛い、嬉しい、ありがとうございます。手紙は全く予想してなかったです。あ、何プレシャスの紙って複雑だったの？そういうこと？なんか紙手だけややいやいやってこずってる感出てて、あの出た時にパッて右見て、おこれ3つに分かれてるなっていうのはすぐ分かったんですけど、なんか複雑だったのかな。で毎年ね、毎年の去年の生誕、何あれゆずさんとかあやさんの生誕でも卒業公演とか生誕祭とか特別な時にいつもサイリウムが絶対統一で3つに分かれるのが本当に好きで、なんかプレシャスの愛を感じます。でも公演は緊張しなかったです。本当スピーチのみ、本当にもう全部すべてスピーチのみ、なんか別枠って感じ。え？シャッター見てるの？また？また？今日はシャッターが出てくれた。シャッター赤ちゃん。かわいい。ありがとうございます。それから読み上げでこう耳がちょっと慣れてました。そう去年もお手紙びっくりで、今年もびっくりですよ。あやさんがお誕生日プレゼントくださいました。え、ディスプレイ素敵でしたね。ディスプレイは何から喋ろうっていう感じです何からしゃ、でも帽子いただけたんですよ、プレシャスの帽子。だからなんかトーク会とかでつけようかなとか思ったり、あと髪飾り、ヘアピンとかも全部受け取ったので、なんか特会とかでつけようかなとか思ってます。ハートありがとうございます。きょうちゃんも誕生日プレゼントくれました。嬉しい。あーなんか上手は複雑だったっぽいね複雑だったっぽいね。
ありがとね、サイリウムの統一も嬉しいし、最初の緑いっぱいも嬉しい。ハートありがとうございます。本当にね、お気に入りなのサイリウムから。誰ですか見てるの、チクらないでください。おもろ。しかもなんかアバターもおもろいんだけど。ハートありがとうございます。桜もありがとうございます。そう、なんかミオはミオポジに新しく初めて公演出てくれる子が入ることが多くて、その前のサックとかもそうなんだけど、未来、君は未来に試されているで、泣くところ泣くところ慰めに来てくれるところがあるんですけど、そう、いつも新しいことやってます。そう、今回のディスプレイはカメラマンさんに聞いたんですけど、めぐみこさんのツイッターでも見たんですけど、あれらしいです。プレシャスを全ポジ制覇したよっていう3つのお花、嬉しい。しかもちゃんとお洋服が着せられてて、もう見えた、なんかプレシャスが見えました。しかもさ、最近、前から好きなんだけど、最近水色好きなんだよねってよく話してて、で、お花のね、真ん中のバラ見てほしい。めっちゃキラキラで可愛い。なんか写真撮ったんだけど、お花今度載せますね。インスタとかにまとめて載せると思うので待っててください。お花見ペンギンありがとうございます。本当に怖いことが起きてるんだけどね、明日と明後日の服決まってないの。本当に怖いことが起きてるんだけど、何の用意もしてなくて、MC で言ってた好きな曲は何だったんですか？踊りながらの好きな曲は一番オーバーザトップです。シンプルに曲だけで好きなのは歌詞、僕らをつなぐものです。で、まだ披露してない曲だったので言えなかったんですけど、めぐみこさんデニム着るの頑張ったらしいよ。だってそうですよね、デニムなんてなかなか着らないですから。でもあのデニムどうやって作ったのか気になる。マジでマジ衣装だったマジ衣装だし、好きだったのは全部好きなんですけど、タペストリーみたいなプレシャスのやつも好きで、なんかいろんなとこに飾れそうだし、で雨だし寒いじゃんね、幕張の日。キョッピーがミオさんツンデレなとこ大好きって言った。本当にさ、キョッピー変で変子
でもなんかショールームやろうと思ってショールーム開いたら、最初におすすめの画面が出てくるの。そこにキョッピーがいて、ちょっとありがとうございましたって緑のハートで可愛かった絵文字を緑のハート使ってて可愛かった。そう、ダメなんだよね、披露してない曲を言っちゃうの。曲名を言っちゃう、ネタバレっていうことで NG なので、本当は言えなかったんですけど。確かにお花屋さんなのにデニムまで切っていただいてそう、全曲素敵ですけどね。てか今の新公演全部素敵。うん、素敵。で、DMM いっぱい映ってるかも。ね、てかあやめろさんのなんて読むかわからないんですけど ALT ってやつも嬉しかった嬉しかったです。本当に不安だったんです。本当に不安で、もう先輩に声かけていただいたら涙が溢れちゃったあやめろさんとあゆかぴょんさんと菅原さん。ありがとうございます。そう、不安だったの。不安だったんです。なんかさ、そのこれ読み方教えてくれない？不便だから。 ALT ってなんて読むの？そのこれの機能さ変わったくない？ミオだけ。なんか前は普通にタイムラインでそこ出てたんだけど、最近はこう画面押さないとそれ出てこなくて不便、超超不便。なんで変えたのみたいな、今さら今さらなんで変えたの。でも本当に E と S 出て本当に公演好きって思った。前から思ってるけどね。でも前の鉄ナのシンポジウムも楽しかったですけど。そう、なんかタップしないとその ALT すら出てこなくて不便。オルトって読むの？オールと、なんでオール、O なんだろうね、A なのに。で、今日はなんか、インスタがログアウトされるっていうバグが起きてたの、世の中で。そう、ミオもそれなっちゃって、治ったんだけどすぐ。今日2回なった。勝手にログアウトされててさ。したら結構、日本で起きてた。日本、世界でか、世界で起きてるバグだった。オールトって読むのね。そう、オルトが不便になったよっていう話。あとさ、いつも生誕の時さ、ミキとリカに写真撮ってもらって載せてたんだけど、時間帯的にいなくて、リカとミキで
マネージャーさんに撮っていただいたんですけど、そうさっき X に載せた写真はあんまり漏れてない、あんまり漏れてないけど載せました。でまだまだ他にも写真あるので載せますが、一旦ね、一旦ということで、かマジで衣装と髪飾りが花冠か色は合ってるのが優勝優勝ちゃん。オルタネートの略、オルト戻ってほしいな、あの機能なんかなんか良かったの。ミオがよく使うのは今日は新しいポジションでしたっていうのにオルトをよく使うんですけど、なんかツイートのところに書くとなんかアピールしてるみたいじゃん。でもアピールしたいからちょうどよかったの、そのオルトってところに書くのがちょうどよかったんですけど、シンポジの時毎回書いてる、シンポジの時に毎回書いてます。桜ありがとうございます。桜餅いっぱいありがとうございます。今日お見送りもいっぱいおめでとうっていっぱい言われた、ありがとうにゃん。そうだからシンポジの時毎回使ってたんだけど使えるんだけどね、今も表示されなくなっちゃったっていう。チャグラありがとうございますね。明日は生誕の話をしそう。桜みんな集合、桜のタワーが立ちましたありがとうございます、嬉しい。しかも桜嬉しすぎ、しかも生誕の日なの嬉しい。みんな集合してありがとうございます。桜嬉しい、ありがとうにゃん、あのありがたくいただきますありがたくいただきますよこんなやばい、もう一個いただいてしまった。桜ありがとうございます、嬉しい、見て見て、二つ目ありがとうございます、二人ともありがとうございます。みんな集合だよ、今一番桜咲いてるから、日本で今ここが一番桜咲いてるから、みんな見どころだよ。ん見どこ見どん、まあとりあえず見て、あ、その横からも降らしてくれてありがとう。桜のタワー2つありがとうございます。生誕の日に、あ、横でも血ばらしてくれてありがとうありがとうございます。あ、かわいい、嬉しい、かわいくて嬉しい、ありがとう。今可愛いことが起きてる画面で、可愛い桜餅も降らしてくれてありがとう、ありがとうございます。スクショしてくれたかにゃ、ありがとうございます、嬉しい。2個もって気が立っちゃった、ありがとうございます。
受け取ります。遠慮なくいただきます。ありがとうございます。本当にありがとうね。本当にミオ名前に桜入ってて嬉しい。昔はそれに気づけなかったんだけど、気づけ大人になってから気づきました。ミオよくないみたいな。大人になってから気づいた。ありがとうね、桜降らしてくれて。え、血ばらしてくれてって言ってた。みよ散らばしてくれてじゃなくて、え、日本語間違えてたけ。今ナチュラル間違いなんだけど、散らばす、え、血ばらすが間違い。散らばしてくれてありがとうね。今日誕生日みたい。え、嬉しい。なんかありがとう、ね、なんかまだ生誕祭続いてたんだなみたいな。血ばらすって言ってた。散らばしてくれたり。やばいや、やばいやつじゃん。お花見あり、ペンギン、お花見ペンギンありがとうございます。これ方言じゃないよ、普通に。あの、間違えた、ラトバ間違えた。散らばすね。方言じゃないから。千葉ラスはミオの地域にはないです。ない日本語。明日ってミオ早起きかな。花火ペンギンありがとうございますね。明日トーク会だから3日会う人もいれば、初めてトーク会だからおめでとういますって人もいるから、明日もまだ誕生日てか3月はまだ誕生日だね。何時の新幹線だって言えないのよ。言えないし知らないのよね、まだ見えてなくて。メール誰もありがとうございます。でも早起きっぽくない、さすがに、さすがに早起きっぽくない。やめてよ、新幹線を見送りすんの。やめてよ。でもなんかさ、みんな大変、今日名古屋来て明日幕張行く人大変よ、移動。明日愛知だったらね、そのままお泊まりできたのに。でも服決めてないし何も用意してないから寝るのも遅そう。でもマジで最近、最近というか今回から行き道一人なの。ミオが早起きな理由は、家出るまで2時間ありすぎて早起き。多分だからみんなが12時に起きますって時もミオもう10時とかに起きてたりするし、そう本当にね、そういう理由で眠れないっていう。最近眠れるのよ、普通に布団で
あの携帯触ってるんだけど、そろそろ寝るかと思って携帯離して上向いたら寝てる。あ、正探偵ではないです。明日と明後日また更新しますね。次の締め切りまでに、まだ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 5月の締め切りまでに更新します。だみんなが応募できる段階で服装の更新をしますね。花冠をつけたいので。うわ待って、最高なこと思いついちゃった。セーター T シャツと花冠、ささすがに色味良すぎじゃない？さすがに。ありがとうございます。そうでも寝れるんだけど、まあ携帯は触ってるので6時間は寝てます。最近プレシャススペシャルだね。あ、そう、 S のスクランブルの後からなんか寝るのにハマってたのよ睡眠にハマってた。いや、わかる。この公園で生誕迎えるの2回目なのよ。早すぎて。で、去年よりは落ち着いてるので去年の生誕祭よりは今日落ち着いてたので。でも前の生誕祭よりも1列目にいることが多いので、このポジションはね、みんなにの目につきやすくて嬉しいです。みんながよそ見してなければ、はいみんながよそ見してなければの話なんですけど、ほんまにパンダ好きなの。好きだわパンダ好きだわ。そう、本当昔はパンダが大好きでした。で、そう、寝るの楽しいよね。愛のホログラムも抜かれてた。愛のホログラムは若干まだこうなんか慣れてない。そう、パンダ好きでした今も多分見たら好きだけど、見ないからさ、もう動物園とかあんま行かないし。でも SK 入ってから1回だけパンダ見た。王子動物園で王子動物園でパンダ見ましたね。生誕くじもそろそろじゃない？もう次の週とか次々の次とかで出そうじゃん。ドルマありがとうございます。なんか愛のホログラムのさ 2A でさ、2番でさ、むっちゃ回ってるの分かる？円で、あれめっちゃ足速くてすっごい、もうちょっと気抜いたらもつれるもつれるよ、すっごい速いの足の動きが。そう、多分神戸です。愛のホログラムじゃない、王子動物園。レッサーパンダは昔よく見てました。多分ヒラパーかどっかにレッサーパンダがいて、それを毎年見てた。そう、くじ、ついについにみんな生誕くじ待ちに待った生誕くじだよ、ついに。何日間あるからね、何日間かあるから、そうそうそう、落ち着いていきましょう。
そっか、やっぱ3月までは誕生日かも。まだ。10連で画像だけしかなくて泣いた。でも落ち着いていきましょう。落ち着いて。そう、落ち着いていきましょう。でも寄せたんくじに沼ったことなくて、てかあんまやったことないのよ。てかやったことないの。寄せたんくじやったことないんですよ。やめて、生誕くじで家に入れるけん。やめてください。シャクラありがとうございます。愛のホログラム、ホログラムはフリーレがあるので、はい、その時に覚えますね。そう、生誕くじお気に入りは、B 賞、C 賞、D 賞がお気に入りです。はい、まあ見たらわかりますよ。ハートありがとうございます。多分2回やってるんだけど、選択肢今まで A 氏は2回とも一緒だったのでね。じゃあ3月まで誕生日だ。ルカさんをうち招待するのだって。喋ってた？なんか分からなかったんですけど、なんかうちの話した。ミキが誰も入れないですが、誰も。MC 聞いてなかったんよ。そう、でも劇場もいっぱい立ちたいし、劇場じゃないステージも立ちたいね。てかライブ好きなんだよね、コンサートとかの。知ってた？知ってた？ライブ好きなの。だから STU さんの合同ライブとかも本当に楽しかったのよ。もう一回あったら出たいねってミキと喋ってた。出たいというか参加したいね。卒業割と先輩割使いたいらしい。え、お家がってこと？でもバリ掃除してくださいそうじゃない？あ、卒業割で安く入れるってことね。あ、値段、お金を払ってくれるんだ。お金払ってくれるけどちょっと安くなるんだ。知ってた？知ってた？アミライブ好きなの。で、本当に春もやってほしかったライブ。なんかさ、ライブあった方がいいと思うんだよね。なんかこう、まあ気分転換というか、士気が高まりますよね。なんかライブは定期的にやってほしいです。せめて瞬間シュート。せめて瞬間シュート。
そう、なんか公園は日常って感じで、あ、白ご飯っていう感じで、たまに炊き込みご飯だよみたいな感じ。桜ありがとうございます。でもライブ大変だけど、リハーサルはでもやりたいよね。なんかね、ライブでしか一回きりでさ、デズライブでしか披露できない曲披露できて、普通によさげでは、踊りタイミングとしてはよさげです。パエリア食べたい。だってうるさいな炊き込みご飯でいいじゃん。そう、白ご飯がないと炊き込みご飯もできないから、そう、白ご飯がベースで炊き込みご飯もやりたいよねみたいな。感じよ。てか生誕祭でさあ、お手紙で久しぶりに思い出しちゃったプレシャス久しぶりに思い出しちゃった。そう、まあ嬉しい前提で、そう前提ですけど、あんまりね、あんまりとか全く言わないんですけど、先輩に悔しいとかね、嬉しいは言うけど、そのあんまり言わない、あんまりとか全く言わないんですけど、その時になんか口に出してたら同じ気持ちで、あやさんよかったですよかったです。シャークラありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、うちらもわからないんですけど、1位から3位の順位ね。でもそのセットリストが来た時にから願ってます。1位がいいって願ってたし、最後でしたから、折り面でステージに立てるのはコンサート、もう本当に悔しいと思いました本当に悔しいと思いました。そう、ゆずさんとあやさんと1位になりたかったなっていう気持ちだから、その3位で披露した後もう壇上にいたんですけど、もうずっとプレシャスのこと考えてたそう、この3人でやりたかったなっていう気持ちです。まあまあ素晴らしいですけど、3位あんまりね言わないんですけど、そういうの、その時は言いましたね。確かにあやさんとゆずさんに、あやさんだけに言ったのかな。そう、その時は言いました。多分あんま話さないから、気持ちをね。だから謎とか言われる謎とか不思議。
またありがとうございます。シャクラありがとうございます。ダルマもありがとうございます。そう、でもその裏側を若干みかんぜんさんが撮ってくださってて、公開されてましたね、どこかで。いいですね、リカはいいですね。だから最近思ってたの、なんかまあまあさすがに同期とかはあれだけど、マブなんですけど、ワンちゃんちょっとおしゃべりしますっていう先、ワンちゃんというかちょっとおしゃべりしますっていう先輩よりみんなの方がミオのこと知ってる。そう、もうステージに立つから気持ちが落ち込まないように優勝優勝って言って気持ち作ってましたそう、優勝、本当に優勝だしね。そう、好きと好きなことと、例えばお仕事にするとして、好きなお仕事とそれ以外のお仕事での自分の差が気持ち悪くて、結構トークショーとか出るたびに鬱になるので、それを直したいですねものによるんですけどね。仲良しちゃんとなら大丈夫です、非公式とか。うわっ、待って、またねって言わないで。あ、見れた。ありがとうございます。桜タワー3つ揃いました。さすがにプレシャス、さすがにプレシャスです。嬉しい、桜のタワーありがとうございます。うわって言ってたアミオ嬉しいの、うわ、ありがとう。じゃあこのままスクショタイムして今日終わりたいと思います。ありがとね、タワーちゃん。さくらのなんか生誕祭もしていただけたのに、こうショールームまで充実させちゃってありがとうございます。このまま眠りにつきたいや。あ、3つの桜でミオやん、いいね、ありがとうございます。わあ、いいね、春っぽい。本当にありがとうございました。またブログも書きますし。